3年前まで生活保護を受けてました。そうなんですね。そこからもう今では月500万を稼いでいるということで、初年度2200万の新ママ女性社長ということで、経済的に精神的に自立するバストスクールって、こんにちは。こんにちは。今回はですね、コンサルスクール事業で入学180日で月商561万円を達成したですね、佐藤まどかさんと一緒に実績の声取らせていただきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。お願いいたします。現在のですね、佐藤さんの業種教えていただけますでしょうか。インスタグラムのコンサルとバストアップのスクールをやっております。バストアップのスクールはリアルでされていらっしゃいますか、オンラインですかね。リアルもありますし、オンラインでも受講することができます。次にですね、弊社実践 SNS 集客学科に入学されたきっかけっていうのも教えていただきたいんですけども。北子さんの LINE を登録させていただいておりまして、ここで紙書籍をプレゼントされていて、はい、すごいと思って、それだけが目的で登録させていただいてたんですけど、この配信でライブに参加しませんかとか、はい、ワンデーズームセミナーありますよというご案内を受けて、お勧めしたことがきっかけで入学をさせていただいてます。 SNS のスクールとかっていっぱいある中で、うちを選んでいただけた最終的な決め手とかっていうのはどのあたりだったんでしょうか。北野さんのザイオンス効果ですね、何回もこう目にすることによっての親近感、信頼感が高まったっていうことと、生徒さんの実績がすごくあったっていうことと、私よりも年上の普通の主婦の方がすっごく実績出されていたので、あれだったら私もできるって思いました。うちのスクールもやっぱ 4,50 代の方が結構多かったりはするので、バリバリの SNS 世代じゃない方でも成果を出しやすいような環境が整ってるかなとは思うんですが、入学前と後の変化を聞いていきたいんですけども、入学前の状況で、例えば今インスタのコンサルティングの商品もあるということですけど、コンサルをすでに商品あったのかどうかとか、集客状況とか売上とかはどんな状況でした、はい、入学前も商品はあったんですけど、ずっとマンツーマンでやっていたので、時間の制限っていうのがあったので、はい、理想まで到達することができなかったっていう状態です。もう一個のバストアップのスクールの方とかはどんな感じだったんですか。バストアップのスクールもずっと対面でやっていたので、ここもやっぱ時間の規制があったりとかしたんですけど、入学後はオンラインを始めたので、時間の制限っていうのがかなり広がりました。オンライン化したことで入学後は使い時間が増えたっていうところと、まどかさん今回実は3回目の実績のお声ということで、入学してから1ヶ月目と3ヶ月目でそれぞれ取らせていただいてたんですけども、1回目の実績、入学後の変化ってところでいうと、売上はどれぐらいでしたでしょうか。1ヶ月目、入学前に実績のお声取らせていただいて、ですね、入学してからスクール開校する前段階からもカリキュラムを見始めていて、入学してから12日目ぐらいで確か130万ぐらい、130か143か、1と3って本かな、なんか入ってた気がします。143万円。じゃあ2ヶ月目の売上は累計でどれぐらいだったんでしょうか。374万円でした。すごいですね。今回3回目のお声ということで、入学して6ヶ月経ったわけですけど、8月の売上どれぐらいでしたでしょうか。8月だけで561万売り上げることができました。入学されてから100万、300万、500万と超えられたということで、集客売上アップの秘訣ところもいろいろ聞いていきたいと思うんですけども、現在の集客媒体教えていただけますでしょうか。インスタグラムが 9.5 割、そこからの LINE に登録していただいてリストを集めるというやり方をやってます。基本的にはインスタと LINE を使っていて、ネット広告とかあんま使ってないですか。やったことないです。ネット広告すごいですね。有料広告を全くゼロで無料集客だけで月商561万売り上げていらっしゃるということで、アルバイトとかの方もし入れていたとしても、それ以外もほぼ全部9割利益みたいな感じだと思うので、ものすごい利益率だなと思うんですけども、普通だって飲食店とかって利益率 10% あれば結構いい方ですかね。100万売り上げて10万残れば、もう家賃引いて人件費引いて食材の仕入れ費を引いて光熱費全部払って残る利益って100万稼いでも10万か20万ぐらいなんですよ。そんな少ないんですか。飲食店とかそんなもんですね。うちも店舗やってますけども、営業利益 30% いったらすごいっていう業界なので、そう考えるとオンラインのビジネスとかですごい可能性があるんですけども、佐藤さんのインスタとかもね、今画面を共有させていただいてお見せさせていただいてるんですけど、アカウントが2つあって、1個はまあコンサル用のアカウントで、もう1個は今こちらに出ているバストアップ用のですねスクールを販売しているアカウントで、今 1.7 万人ぐらいフォロワーがいらっしゃると。コンセプトとしては生活保護から、すごいですね、もともと生活保護のされていらっしゃったということで。そうなんですよ、3年前まで生活保護を受けてました。そうなんですよ。そこからもう今では月500万を稼いでいるということで、初年度2200万の新ママ女性社長ということで、経済的に精神的に自立するバストスクールってコンセプトとかもね、一応弊社に相談させていただいたりもしてるんですけども、これコンセプトで一応特典プレゼントをつけて LINE に誘導して、投稿とかも画像に文字を入れて見やすい形でされていらっしゃったりとか、リールとかもね、しっかりと今流行りのやつですよね、アップされていて、ね、しっかりと再生回ってると思うんですけども、インスタ集客でコンサル系とスクール系それぞれあると思うんですけども、ストーリーズとかで意識されてることってありますか。ストーリーズで意識して
していることは、女性がターゲットなので、うんうん、女性って必ず共感から入るなっていう風に感じているので、はい、共感が得られるストーリーですとか、自分の価値観を伝えたりですとか、はい、本音を伝えるっていうところに力を入れてます。価値観ってすごい大事で、自分の芯を伝えられる人ってすごいやっぱ魅力的に見えるわけなんですよね。多くの人ってやっぱ SNS をやっていて、自分の思いとかはあるけども、それをただ発信してないっていう人がやっぱあまりに多いので、具体的に聞いていいのか分かんないですけど、まどかさんが言ったらどういう風な内容をここで発信されてますか？その時に私本当にひらめいて天から降ってくるので、言葉が発信してるんですけど、スピリチュアル寄りになっちゃうんですよね。例えばコンサルの方のアカウントとかだと、はい、どういう風な内容とか、自己投資の重要性だったりとか、あとはママさんたちの背中を押すような言葉をいつも心がけて発信するようにするんですよね。大事ですね。ママだからとかあるじゃないですか、あるあるの言い訳を先に押すようにしてます。はい、背中をやっぱ押してあげるっていうところで勇気づけられるような発信とかされていらっしゃると。実際ね、まどかさんのストーリーズとかでも、バストアップのスクールの方とかでは実践会とかの講義風景をストーリーでアップしていたりとか、青森からオンラインのバススクールにご参加いただいたお客様のお声とか、お客様との写真とかですね、こういうのやっぱりアップして、まどかさんの場合は1日だいたい5個以上はストーリーアップされてるんじゃないかなと思うんですけども、今日神社へ神事巡り行ってきましたよっていう、ちゃんとアンケートを取るとかね、で反応しっかり取るとか、日常も見せながらっていうところで、今ストーリーパッと見ただけでも価値観の発信と、あとその自分の仕事風景見せるってすごい大事だと思っていて、まどかさんが最終的にスクールだったりとかインスタコンサル受けた時にこういう風な感じで指導してくれるんだなっていうのがイメージできるっていうのもすごい大事なんですよね。入学した後の未来とかっていうのはすごいやっぱ見えるなと思いましたね。インスタの今度投稿とかでもおしゃれにこういうデザイン作られていらっしゃると思うんですけども、これでなんか意識されてることとかってありますか？まずは統一感を意識していることと、あとは色使いですね。色を決めて、女性がターゲットなので柔らかい色だったりとか明るい暖色系の色を使うような意識をしてます。暖色系最近だともうオレンジ色で統一をされていらっしゃいますもんね。ちなみに今月間でどれぐらいラインアットリストとか取れてますか？昨日集計したんですけど、はい、インスタの方が8月が70、バストの方が40でした。コンサルアカウントが70人集客して、バストの方が40人。北野さんがストーリーに上げてくださった日に10人登録があって、その次の日も7人登録があったので、北野様様です。まどかさんが実績の報告いただいてストーリーアップして、そこから流れたっていうのもあるかもしれないですね。なんですよ。ここまで見た中でインスタのコンサル用の、ね、アカウントを見てみたいという方も多いと思うんで、こちらもちょっとまどかさんのアカウントを表示させていただくと、7時新ママ毎月の明けたを当たり前にする専門家佐藤まどかっていうキャッチコピーで発信されているコンサル用のアカウントになりますと。フォロワー数としては別に1万フォロワーとか何万フォロワーいるわけではないんですけども、少ないフォロワーでもエンゲージメントがやっぱりものすごい高いので、月に70人とか集客にやっぱ成功しているということで、コンサルの方のアカウントは見た感じリールを多めにアップされているなという印象を受けますと。リールとかでまどかさんが意識しているポイントとかってありますか？リサーチですね。同業者の方の回ってるリールを参考に作ってます。もう TTP ですね。徹底的にやっぱパクるっていうのが重要ですね。はい、まどかさんがこのアカウントからリストを獲得するときに結構聞かれませんか？どうして少ないフォロワーでもそんだけ集客できるんですかみたいな。高単価の商品を合わずにして売ることが得意だからですかね。うん、インスタから LINE アットに集めていくときには一つ目のポイントが今言ったような徹底的なリサーチをもとにしてリールを投稿し続けているっていうことと、もう一個僕が見てて思うのはプレゼントタイトルがすごいやっぱ反応が取れ続けているからっていうところもあると思っていて、はい、生活保護から1年で2200万マネタイズってインパクトがあるし、やっぱ差別化にもなるので、それですごいリストが取れているなっていうのもあるんですけども、インスタライブとかもされてますか？インスタライブはバスの方は毎週金曜日夜9時半から定期的にやってるんですけど、インスタのコンサルの方はほぼほぼやってないです。 LINE アットに登録されてからの後の教育がすごいしっかりしてるなっていうことですよね。そうなんですかね。LINE アットの配信とかではどういう内容を配信されてますか？お知らせもそうですし、教育系だったりとか、結構強いメッセージ性のものを配信していますね。最近こういうのあげたよみたいなのもしあれば。人はいつか死ぬからみたいな、そんなちょっとパンチの強いことを書いたことがありますね。人生一度きりだからやりたいことやろうみたいな感じの配信した覚えがあります。人生観発信するってね、すごい刺さりますよね。僕も実はね、昔 LINE の配信をしていた時に過去一すごいリンククリックアクセス数が多かった配信って今でも覚えてるんですけど、 3,4 年前ぐらいに送ったやつで、マーケティングと全然関係ないんですけど、浮気するやつはクソだ
みたいな記事を昔書いたんですよ。あれがねものすごい反応良くて、あれ見て北野さんスクール入ろうと思いましたって3人ぐらいいましたからね。結局ノウハウがちゃんとしてるってのは前提なんですけど、その人から学びたいかどうかってすごい重要じゃないですか、人間性みたいな。めちゃくちゃ思います。特にコーチコンサル系とかやっぱこの辺をすごい意識して人間味をやっぱ出していくっていうのもねすごい重要だったりはするから、まどかさんとかもねお子さんとかとも一緒にストーリーとかで映ったりとかご家族も出されたりされるじゃないですか。そういう風なのもやっぱ一つのやっぱ人間味として、普段こういうバリバリ仕事もしてるけどプライベートではこんな一面もありますよっていう、で温かみもちゃんと出してるっていうのもすごいファン化につながっているのかなとは思いますね。最後はあの販売の動線ってとこなんですけど、個別相談ですか、それともズームのセミナーとか勉強会で販売されてる感じですか。インスタコンサルの方はワンデーをして、ああワンデー、そこから個別相談来ていただいて継続のバックエンドっていう感じ。セミナーからの個別相談って感じですね。じゃあスクールの方はどうですか、バストアップの方は。バストアップの方は個別の相談会無料のに来ていただいて、そこからスクールへご案内っていう感じ。ちなみにこれだけね生徒さんとかがやっぱ増えてくると個別相談とかってめっちゃ大変だと思うんですよ、営業とかって、はい、これはもうなんか任せてたりするにされますか。北野さんのアドバイスをお伺いして、はい、今度からインスタのワンデーを講師を入れていこうと思ってます。外部講師の方を業務委託とかでお願いをしてやっていただくというスタッフの方に、はい、それを任せていかないと自分がやっぱ YouTube とかリールとかショート動画撮影する時間が取れなくなっちゃうから売り上げがね頭打ちになってしまうんでね、個人的にはだいたい月300万超えてきたら営業とセミナーは外注して任せていた方がいいなっていう風に僕も思っていて、今日はね集客の方法であったりとか販売の動線ってところもねいろいろヒアリングさせていただいたんですけども、これから SNS 集客を頑張ろうとかね、まあ、昔他に塾とかコンサル系で挫折して SNS 集客とかもう一回頑張るの怖いって思ってる人とかね、一歩踏み出せないって人いっぱいいると思うんですけども、そういう方に向けてまどかさんからもし最後一言何かお言葉ねいただきたら嬉しいなと思うんですが、はい、私もで北野さんの SNS 集客学科に入るとき、もう自己投資はしないって固く心に誓ってたんですよ。もうどうしてもその北野さんの持ってらっしゃるテンプレート知りたいっていうのもありましたし、やっぱり諦めきれない実績をもっと上げたい、生徒さんのために自己投資しようっていうふうに決めて思い切った結果、金額が大きければリターンも大きいなっていうふうに思ったので、うん、思い切ってされることをお勧めします。ありがとうございます。まどかさんの LINE の配信もとても上手で勉強になりますので、今回のインスタのコンサル用のまどかさんの LINE 公式アカウント概要欄にもリンク貼っておきますので、こちらもぜひね皆さんチェックして登録してみていただけたらというふうに思います。まどかさん本日はお時間いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、今回の動画最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。私の LINE では弊社がインスタ1000アカウント以上プロデュースして判明した今最も結果の出る再現性の高いインスタグラム集客のノウハウ動画、そして LINE 公式アカウントの配信で制約率の2倍3倍高めるためのテクニック系の動画をプレゼントしております。またさらにですね、今だけこちらに出てるね弊社出版している紙書籍もですねどれか一冊プレゼントしておりますので、ぜひね興味ある方は概要欄から LINE に登録いただいてプレゼントを手に入れてみてください。またこの YouTube ではですね日本一実践的で分かりやすい SNS集客のノウハウを日々配信しておりますので、ぜひね今のうちにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。そしてもっとですね SNS を使って集客そして売上アップにつなげていきたいという方はですね、弊社自宅で受けられるワンデー無料ズーム勉強会というのをね日々行っております。まあ、こちらも興味ある方はね下の概要欄から LINE 登録いただいて、ズームセミナーとカタカナの何文字でねメッセージを送っていただきますと日程が届きますので、こちらからお申し込みしていただけます。まあ、今だけね参加特典としてこちらに出ているね豪華6大特典もね無料でもらえますので、ぜひねセミナーの方もご参加いただけたら嬉しいなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。